さん今日もようお参りくださいました。ありがとうございます。この今日も動画を撮らせていただいてますけれども、この YouTube の動画配信を始めていろんな反響が、ありました。それは嬉しい反応もあれば、ちょっと辛いというかですね、反応もありまして、どんな反応だったかというと、まあ一つはですね、ある方に、いや動画素晴らしいですねと褒めていただいた後にですね、ただ大丈夫ですかと聞かれたんですね。でそれはどういうことかというと、この記録に残すことで、同じ話がもうできなくなってしまうんじゃないかということを言われまして、まあ、それを言われた瞬間ですね、はっ、確かにそうだなというようなことも思いました。でまた、一番多かったのは、なかなか最近会えてない人にですね、連絡が来まして、太ったねと、太ったというような意見が非常に多くて、もうこれを機にダイエットをしたいと思っております。でまた嬉しい反応もありまして、それは何かというと、まあ病気でですね、娘様が病気で、お寺に来れないということで、この動画を娘様に見せられて非常に喜んでいただいた、早くお参りできるように一日でも早く元気になりたいっていうようなことを私に伝えてくださった方がおられまし、非常にありがたいなというふうに思っております。まあ、そのような方がいる限り、一人でもおられる限り、一生懸命お話ししたいなというふうに思っております。でもう一つ、まあ、少し恐縮してしまった話ですけれども、私のお檀家さんのお知り合い、お檀家さんがこの動画のことをお伝えしてくださったらしくてですね、その方は、家で正座をしながらこの動画を見ているというようなことをおっしゃっておられました。非常に恐縮しておりますけれども、今日も、一生懸命お話ししてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で今日は、9月もうお彼岸であります。でこの彼岸についてですね、少しお話したいと思います。彼岸というのは、かの岸と書きますね。でどういう意味かというと、かの岸、向こう側ということですね。つまり三途の川があったとして、その向こう側の岸という意味になります。ですので仏様の浄土のことを彼岸というんですね。で我々がいるのはこの三途の川のこちら側ですので、この岸と書いて四岸と言います。でこの彼岸はどういう期間かというと、1週間ありますけれども、この1週間だけは我々がいるこの彼岸を仏様がおられる彼岸のような、国にしようではないか、まあ、そういった期間だと思うんですね。でこのなぜ、秋分春分の日、それを境にこう1週間前後1週間に定められたかと、まあ、これはいろいろな説があるんですが、春分秋分の日というのは昼間の長さとですね、太陽が出ている時間と沈んでいる時間が全く一緒になる、まあ、ちょうど間の期間なんですね。でこの仏教というのも中道というのを説きます。中の道と書きますけれども、どういうことかというと、どちらにも偏らないという意味なんですね。頑張りすぎてもいけないし怠けてもいけないという、まあ、その間に答えがあるというような意味かと思いますけれども、まさにこの中道を説いている仏教の彼岸という期間がぴったりだと、まあ、そういったことでこの期間に、を彼岸と定めたんではないかなというふうに言われています。で、この彼岸はですね、ですので仏様のような国にするべき一週間ということで、私たちは仏道実践週間というふうに呼んでいます。で交通安全週間というのがありますね。でこれは何かといえば、普段から交通安全に気をつけていかなければいけないんだけれども、人間はたがが緩みやすいので、1週間という期間を区切ってですね、今一度気を引き締め直す、もう一度その交通安全に気をつけるという、まあ、そういう節目の時期を設定したと思うんですが、このお彼岸もまさに一緒だと思います。普段からご先祖様を大切にして、そして自分の生き方を顧みて正しく生きていく、仏道を実践していくということは非常に大事なんだけれども、
なかなか普段忙しい日々に追われてそういう時間を取れません。ですのでこの悲願、お悲願の1週間くらいはお墓に行ったり、お仏壇にお供え物をして拝んだり、心を落ち着ける、まあ、そういう期間にしていただいたらいいんじゃないかな、そのように思います。で、私が今日お伝えしたいのはですね、仏教は実践する宗教だと私は思います。お釈迦様が、お示しになった6つの修行があります。これを六波羅蜜または六度とも言います。6つの修行です。これをぜひ今日覚えて帰っていただけたらと思います。覚え方がありまして、断、戒、忍、信、善、え、この6つです。断、戒、忍、信、善、え、これですね、30回ぐらい言えばすぐ覚えれますので、後で繰り返し繰り返し言ってみていただけたらと思います。で、このまず断ですね。断というのはダーナという言葉からこう音写したものですけれども、見返りを求めない施しのことを言います。これを伏せ波羅蜜というふうに言います。見返りを求めない施しですので、この断というのは伏せという意味です。伏せする家という意味ですね。そして次、断戒。戒というのは次回波羅蜜、戒律の戒ですね。で、戒というのは、仏様と自分とで結ぶ約束のことですね。戒めという意味でもあると思います。で、これは戒律という言葉ありますね。で、戒と律、これはどう違うかといえば、律というのは法律の律ですので、決められたルールのことを言うんですね。これをしてはいけない、あれをしてはいけないという決められたルール。上座部仏教といわれる東南アジアで伝わっている仏教では、この律が重んじられまして、たくさんの、そのルールにのっとって修行をしています。では戒は何かというと、戒は自分自身で仏様と結ぶ約束ですね。ですので、それを万が一破ったとしても何か誰かから罰せられるかというと、そういうことではありません。ただ何でもいいので、そうやって戒めを持つというのは生きていく上ですごく大事なことであるかなというふうに思います。戒、例えば嘘をつかない、これも立派な戒になります。破戒は無戒に勝るという言葉があるんですけれども、これはどういう言葉かというと、破戒というのは戒を破るという意味ですね。で、無戒というのは戒を全く持っていない人、持っていないという意味になります。破戒は無戒に勝る、これどういうことかというと、例えば嘘をついてしまったというこの結果があったとしてですね、例えば戒を持っていた人がですね、嘘をついてはいけないという戒を持ちながら、でもやむを得ず嘘をついてしまったときにものすごく反省すると思うんですね。ところが、その嘘をついてはいけないというような戒を持たない人は、まあ、嘘をついたところで、まあ、おそらくそんなに何とも思わないで過ごしてしまう。つまりこれ、破戒は無戒に勝るという言葉は、戒を持つということがまず大事なんだ、これを戒を守ることももちろん大事なんですけれども、守れるかどうか以前に戒を持つということが非常に大事だということを示しているのではないかなというふうに思います。はい、断戒まで来ました。そして次は忍。これは忍肉波羅蜜、忍耐ですね。耐え忍ぶということです。まあ、なかなかうまくいかない、思い通りにいかないということがたびたび人生では起こりますけれども、その時にも耐え忍ぶという心が大事だというふうに、お釈迦様は伝えています。断戒忍信。信というのは精進ですね。精進というのは精進するというその意味そのものでして、努力を怠らないという意味です。断戒忍信。善。善というのは禅定波羅蜜、座禅を組んでいるお坊さんを想像してほしいですが、穏やかな心でいるという意味です。この5つの修行、伏せ波羅蜜、次回波羅蜜、忍肉波羅蜜、精進波羅蜜、禅定波羅蜜、この5つの
修行を達成すると、最後絵と言いましたけれども、これは知恵の絵です。仏教はこの知恵を得るために修行するんですね。で、知恵というのは知識とは違います。知恵というのは正しいものと間違ったものを見分けるその力のことだと思います。この知恵をもってすれば必要以上に苦しめなくて済む、そして相手を傷つけずに済む、もうその知恵の獲得というのがこの仏教の一番の目標であるのではないかなというふうに思っております。ですので皆さんはこの1週間ですね、この6つの修行、6つが難しければどれか1つでも構いません。何か自分にできそうな、修行をですね、1つでも、少しでもいいので、実践しようと、心がけていただけたらありがたく思います。